めっちゃ遠かったし家、あ疲れた。もう子供たちにご飯作って、子供たち寝かしつけて疲れました。なんか後遺症みたいな感じでさ、一向に治んないんだよね、咳が。やばいよね。てかさ、家のドア開くときにロックかかってて、思いっきり引っ張ったらこの爪が取れそうになったのをやったばっかなのに、めっちゃ痛いっていう。今めっちゃ痛いの。もう何もしなくても痛い。どうする？うわ、チル動画だな。Hola desde Perú. Hola mis amados peruanos. Amo. Extraño Perú, coño. Extraño, pero no quiero ir. Co. Ay, Dios. なんか彼氏にさ、泣かされすぎて。彼氏じゃないんだけど。ミゲルに泣かされすぎて、松江区がめ何本か取れてんだよね。だからみんなあいつにあんまりジュリのことを泣かせんなよって言ってて、普通に泣かせんなよって感じ、ふざけんなとか思う。はあ、そういえば私今フォロー1になってんじゃん。今やつしかフォローしてないから、みんなもフォローしに行ってあげて。何もインスタ上げないのがネックなんだけどさ、まあきっとそのうちジュリとの写真とか上げるだろうから。ミゲル、いやミゲルって名前なんだよね。全然嫉妬しないよ。今日からホスト、いや今来てるよこっちに。あれは嘘です。みんな釣られすぎね。みんな釣られるよね、冗談とかに。面白い、かわいいな。でもホストやらせたら嬉しそうだから、ホストやらせようかな。ね、ミゲルっていうさ、あいつ名前カイオ・ミゲル。あれはホスト用のアカウント。あ、でもそれでいいかもね。ホスト用のアカウントにさせようかな。私はホストクラブ好きじゃないかな。行ったことないけど、一回だけあるか。あ、エースってそういう意味？見れると思うよ。でもホソホスに書いてあるけどさ、もともとでもホストやってたよ。だけって言うじゃん。お前好きな男か女できてセフレフォローしてたら多分殺意湧くよ。え、殺意湧く人、殺意湧く人、殺意湧くよね。私多分、なんだろう、多分だけど、次に似たようなことがあったら、多分怒ってないふりして、とりあえず包丁隠し持って会った時に刺す。デフレだったん？デフレって何？ホストになったらジュリちゃんの写真載せれないね。いや載せると思うよ。在籍確認取れたみたいだけど。もうここで言ってやんなかいよ、今どこに向かってるか。今日今から出勤とか言われてるから、今どこに向かってるか言ってやんな、みんなに。普通にブチギレ、摩擦意しかない。二人だけの世界だったらいいのにね。ほんとそうだよね。でもなんかうちらもしどっちも二人で夜やるってなったら、多分お互いアフター行かないとかそういうの決めるから大丈夫っしょ。ジュリちゃん的に群馬、ほらね、今群馬向かってるから。なになに。ジュリちゃんは付き合ってなくても体の関係、いや、まず付き合ってないのに体の関係持ってるのはもう こいつしかいない、マジで。
こいつ以外と付き合ってないのに体の関係持ったことないないし、そもそも一回4年前とかにあまり記憶ないけど、まあそういう感じになったの一回ね。で好きになっちゃって好きになったけど遠距離になって、でまた会った時にはジュリ他の男いたから何もなかったの。本当にもう4年間友達みたいな感じで会ってたけど、本当チューとかもなかったの。あったかな、チューはあったかな、でも体の関係とか4年間ぐらいなくて、でまた最近会ったけど、でもぶっちゃけた話言っていい？ぶっちゃけた話を言うと、あのパパ活アプリ登録してなかった。私ね、あれしかやってないよ、パト。いやウィリアムちゃんと付き合ってよ。てかそういうなんか過去の男の名前出してくるやつ本当あの気持ち悪い。お前キモいよ。ダリエルとも最初はフィッカでしょ。そんなことないよ。いや、まあ、とりあえずちゃんと話すと、なんだろうな、多分日本って付き合ってからいろいろすると思うの。私もそういうタイプだったけどでもなんか南米っていろんなことやってからこの子と付き合おうかなっていうのを決めるらしいの。だから今その段階みたいな。ぶっちゃけカモンとか言って、だから今そんな感じじゃない。なんかめっちゃ愛し合ってるけど、付き合えるとってか付き合えたらいいねって、もう付き合ってるようなもんなんだけど、いや普通に別れようって言うぐらいだから怒ったら。でもなんて言うんだろう、あのね、私ね、おしゃれな写真は消さない人だから、その人が好きだからとかじゃないんだよね。なんかね、付き合う日にちを大事にしたいの私。ごめんけど、なんか例えば8月21日とか、なんかそういう適当な日にちにしたくなくて、なんかね数字でちゃんとこだわりたいタイプみたいな。なんか付き合う時に私はなんかもうちょっとなんかで、なんて言うんだろうな、サプライズとか花とかチョコレートとか、なんかなんて言うんだろう、形とか手紙でもいいし風船でもいいし、なんかそういうのが欲しいの、わかる？だから今はどっちかっていうとポルトガル語で言うとフィカみたいな感じじゃん。まあゾロ目とか、そうそう。カヨの好きなところはどこ？性格が似てるところとメンヘラなところと、思ってること言うところと、絶対そんなこと言ったら惹かれるじゃんってことをお互い全然言う。だから普通の男にもう なんか言ったら惹かれるようなこと、普通の女に言ったら惹かれるようなこととかをお互い全然言うみたいな。そう、指輪とかじゃないんだよ欲しいのは。まあでもね、その家に呼んだ友達もめっちゃ仲いい友達だし、昔からの13歳とかだから、それもなんか回分かってるから大丈夫。そう、風船好きなの。そう、風船好きなんだよ。風船のタトゥー入ってるぐらい風船好きだから、これ一番最初のタトゥーなんだよね。いや、そんぐらいめっちゃ好き。お姫様扱いなんかたまにしてくんないからちょっとムカつくけど、彼氏候補は一人だけとか言って、肩の傷どうしたの？肩の傷？肩に傷ないよ。これタトゥーっていうか落書きだから、ちゃんとしたタトゥーはこっち、これだよ。ブリガードウェイン。
そうだね、うん、家族デーだからね、日曜日首の下に傷がありますよ。ないよ。みんな何見てるの？ないよ何も。アイヨのタトゥーも落書き。何何？何もない。何見てるのみんな。女の子を泣かしたらバラを持って現れないと。まあでもそこら辺にバラ売ってないしねそしたらもう適当なそこら辺の花摘んでこいって感じだよね。でも赤くなってるよ。みんな何見てるん？何をそんな見てるん？そういえば蚊に刺されたの治ったの？あ、治った治った。お尻だけは描かないようにした。首の傷。何？え？怖くなってきた。みんな何見てるの？ヤンバルクイナって何？バラがないならチョコレート。そうだね。鏡後ろ姿で見たらわかるかな。お尻叩かれすぎじゃない？真っ赤とか言って強いねあいつ。松江区のメニューは D カールのボリュームラッシュです。公園でやったんですか？マジでありよ。ああーこれか。怪我じゃないよ別に多分なんかキャバ出勤する前に、今から出勤って言ったらつけられたんだよね。お尻真っ赤だよ。今でも真っ赤だよ。次から公園行くときはこれするわ。これ持ち歩こうかな。これあの虫予防。まだキャバやってるよ。自分に向けられる愛に、この間の涙すごい感。そうだね。ジュリちゃんが性的な写真載せるの、だって彼が撮ってるやつだからね。やつが撮ってるやつ載せてるんだよ。なんなら載せるために撮ってって言ってる、ちゃんと。変態だから。まつげが。取れた。待って。いやー、シャンパンタワーとかなんかしないでしょ。そういうのなんかね、高いっしょ。私めっちゃね傷つくよ。高校行ってないからそういうのやってないかも。オンリーファンズやりたいね。え、普通に公園でイチャイチャしてたら、ちょっと今からホテル行くのもっていう感じで、今から出勤だったんだよ。しかも出勤20分前とかの話で、今から、ごめん、充電だ。今からマジで行かなきゃ間に合わない時に、まあ、わかる？ムラムラするじゃん、なんか、チューとかしてたら。でちょうどキスマとか多分その時につけられてて多分めっちゃムラムラしててお互いで、普通にめっちゃ人いたんだけど、めっちゃ人がいる中で普通になんかスカートの中手突っ込まれたから、でめっちゃ人見てたのさ、それを。でもそれでも我慢できなかったから、まあもう暗くなってきたしちょっと奥の方行こうみたいになって、木の後ろでちゃちゃみたいな。いやーダメっていうか、なんか私もめっちゃしたかったからね。え、私全然なんか
っていうか、これこの後仕事でいろんな男に見られるんだなって気持ちでつけられてるから別に嫌じゃないよ。まあ通報されて、もし逮捕されてたとしても多分ピースしてたかもしれない。でも結構見られてたけどね、なんか男の人とかめっちゃガン見して、なんか多分夜多分それ思い出して抜いてたっしょ絶対。まあそこまで燃えることもありますよ。まあ恥ずかしい、何やってんのって思ってる人は多分まだ若い、多分私も若い時多分そう思ってたから全然気持ちわかるけど、盗撮とか怖くないの、うちら全然、うちらで撮ってるぐらいだからね。え、ママだからってダメなの？多分ママになってから多分もうね、もっとなんかいろいろこう悟り開いちゃってなんかね、いや私が多分我慢できなくなったから、カイオの方が逆にえダメだよみたいな感じだったけど、私がもう本当にしてって感じだったから、そう10代の時やったことないんだよねそういうの逆に。でもさ、やったことないまま終わるのも嫌じゃん、いろいろやって死にたいじゃん。ピアスだよ。まあでも全然アンチのコメントも受け入れるし、ああね気持ち悪いとか、ママなんだからちゃんとしなさいとか全然わかるよ、全然わかるけど、そんなことを言われたところで反省とか絶対しないタイプだから。そう、私次は海でしたいなって思ってるかな。性欲はコントロールできないね、無理だね本当に。なんか性欲はもうなんかもう本当になんだろう、多分火がついたら無理。捕まればいいのにって言って、じゃあ次見たら通報しといて、私のこと。なんで産んだの？子供欲しかったからだよ。シラミって何？いやもうね本当にね申し訳ないけど、もう硬いんだよみんな、硬い硬いし、なんか別に子供に今日パパとあの公園でエッチしたよとかって言うわけじゃないんだから別に。純粋なファンが多いんだね、なんか激しいことしてないんだねみんな、やばいよね。多分若い時にそういうことやってこなかったから、この年になってなんかめっちゃなんかソウルメイトと一緒になったらやりたいこと全部やりたいなんてなっちゃうんじゃない多分。今日どうする、玄関でやるとか言ってねえもう超可愛いじゃん、ネットに残っ、そうだよネットに残してるためにやってるようなもんだから。もう妊娠はしないね、大丈夫そこはちゃんと否認してるし、いるよそこに、ピアス。いやでも初だったんだよね外でやるの、最高だったよ普通に。なんかさこの先っちょにさピアスつけたい、多分みんな顔曲がってるよぶっちゃけ、眉毛とかもよく見たら。お姉ちゃんやお姉ちゃんの子供にやってる音聞こえたらどうすんの。いや家ではねもうこうで普通に。みんなさすごいさ純粋なんだね、可愛いね、可愛いんだけど
やばいね。超可愛いんだけど。デジタルタトゥーって何？外へするなら何？山奥へしないよ。見たくないよって言うじゃん。逆に見に、え、何？同じセックスばっかしてるからつまんないんだよみんなとか。確かに。だから浮気されんじゃん。わかんないけど。わかんないけど。ごめんごめん。だから浮気されん。もうマイアミの子たちもいるし、ニューヨークの子たちもいるし、アトランタの子たちもいるけど、ブラジルの子たちもいるし、ペルーの子もいるし、ポルトリコの子もいるし、キューバの子もいるし、もういろんなコミュニティが広いんです、私の場合。だから、そのいろんな国での嫌な気持ちとかすごいわかるけど、いちいちそんなことで怒っててもって思う。怒ってたら、うん、まあ、そういう人もいるよねっていう目線で見とかないと。例えばアンチとかもいるわけじゃん。アンチとかにいちいち怒らないし、もう、あ、もうこういうやつもいるよねみたいな感覚ってこと、わかる？え、言わないん？ブラジル人言うけどね。私の友達は言うよ、普通に。黒人じゃないけどね。そう、黒人じゃなくて私みたいなこうちょっと焼けてる色でも言う。ジャパって普通に呼ぶのはアメリカ住んでた私はすごく腹立つ。でもそんなんで怒ったってさ、別にさ、日本のハーフとかさ、ブラジルと日本のハーフとかだったらジャパって言われるのはもうしょうがなくない？ていうか、そんな小さいことで怒ってたら生きていけないよって思うけどね。ブラジルでも言うわとか言うよね、言うねとか言うっしょ。ほら、ブラジル人が言ってんだよ。だって言わないでくださいとか言わないでくださいって言われても言うもんな。しゃあないよな。だからブラジル人でも英語喋るブラジル人は言わねえよ。いや、何言ってるん、やばかな。英語喋るブラジル人でも全然言うよ。言葉違うだけで使うよね、使うよね。やっぱりほら言ってるやん、みんな。たまには噛み縛ってほしい。友達いない、友達いないって思ってるだけじゃん、みんなが。私がこうやって一人でライブしてるから。だから友達いるときライブしないもんな、あんまり。友達いるときにライブしてもさ、あ、これあるじゃん。これいいね。これやりたかった。なんか言わねえよって言ってる人と言うよって言ってる人がなんかもう喧嘩してて面白い。人の喧嘩見るの結構好きなんだよね。関西弁じゃないんだけどな、これ。私アメリカビザあるけどね。うちの家族みんなアメリカビザ。てかアメリカビザってそんな簡単だよ。難しくないよ。日本人はビザいらないか、アメリカ。でも南米人は申請すれば取れるよ、ちゃんと。まあ、知り合いの方が多くない？まあ友達とか知り合い、悪口っていうか文句は誰でも言うと思うよ。でもそれってさ、悪口言ってくれるのってすごいありがたいことじゃない？だって目の前で言ったら喧嘩になることをさ、わざわざ我慢して他の人に伝えてんだよ。例えば私がね、誰にしようかな、誰にしようかな、なんかここら辺に名前、みーちゃん、みーちゃんでいいや。みーちゃんがさうちの友達だとするじゃん。でもみーがこの前さ、ブリって変な発言したとするじゃん。それをみーに直接言ったらみーが多分傷つくから、多分私が多分お姉ちゃんとかに言うさ、この間みーがさみたいな、なんかブリってアホみたいなこと言ってたんさみたいな、めっちゃなんかあいつ絶対言わない方がいいよとか言わない？やっぱそういう、そんぐらいは言うよ。言うくない？
海渡るんだったらいらないかもね。沖縄弁じゃないよこれ。沖縄じゃないよ、私沖縄の人じゃないから。いやもう群馬まで遠いもんだって。なんとかなんさ。栃木も使うけどね、私栃木県民なんだ。本当にスクランバーって言うんだってか。アンチ見てて面白いね。私も見てて面白いからやめられないんだよね。あーその考え少し納得。今アメリカビザよくしない。そうそう、今ね南米人はねみんなアメリカビザ申請してるよ。まあポルトガル語でニガーって言うって言ってる時点でポルトガル語喋るやつらも遅れてるわ。ひどくないこれ。ポルトガル語喋ってるやつ遅れてるって言ってるけど、ポルトガル語喋ってる人いるここに。めっちゃ言ってるでこいつ。いける？もうアホすぎて。お前この指ケツ穴にでも突っ込んどけ。アホか。え群馬じゃなくて今度は栃木。いや私群馬に住んでるけど、私は栃木で生まれてますよ。栃木生まれでしょ。本籍地栃木県だよっていう話。いや多分南米人みんな申請してるからアメリカビザは。それな理由はその飛行機のチケット買うじゃん。そしたらフランス、今ねコロナだからフランス経由かオランダ経由かアメリカ経由の3つがあるのさ。だからこの3つの経由があるのにアメリカビザがないと。いや大阪で育ったことあるだけ、生まれは栃木。そうだからそのアメリカビザがないだけでその3つ通れるのに2個しか通れないの。だからみんな多分今南米人とかは申請しててみんなあると思う。おやすみ。やべ上ごめん、ゲップしちゃった、吐くかと思った。あーやべ、咳ね、もうねずっと水飲むわ。そうアメリカ乗り換えのがめっちゃ早く着くんだよね。だからもうみんな取ってるよね。私も取ったもんちゃんと。レーシストコロナブラウン、それめっちゃいいね、ネーミングセンス最高。レーシストコロナブラウン、レーシストってなんだっけ。レーシストって差別的な、全体的に差別的な、全体の差別。なんかさあるじゃん、ゲイ差別の呼び方はセノフォビコ、オモフォビコはなんだっけ、国、あ違う、わかんない、なんかセノフォビコかオモフォビコどっちかが国に対しての差別で、もう一つがそのゲイとかに対しての差別でみたいな。日本ではどうなの、全部レイシストなの、一個にしかないのかな。あざなやばいよね、レイシストなんとかが、人種差別。えでもなんかあーでもレイシスト否定できねえな、ぶっちゃけ。私なんかね、かっこいいゲイは好きなさ、かっこいいレズも好きなさ、中途半端なゲイとか中途半端な中途半端なニューハーフとか本当にマジで吐き気なの。なんかもうちゃんとなんだっけな、特にニューハーフとか、ニューハーフになるんだったらもうちょっとちゃんとしてって思う。喋り方、立ち振る舞いとか、なんていうの、ニューハーフで男が女になりたいでしょ。女になりるんだったら、女になりたいんだったら女らしく、もう少し女らしくしたらって思うんだけど、ジュリが前絡んでたニューハーフの子がすごいマジで汚くて、なんか
みんなそうだよ、言わないだけで。そうそうそう、多分みんな言わないだけで、でも私は言うからさ、言うから。なんかその例えばなんか一緒に寝てた時にやっぱ朝立ちするんさ、男だから体が。その朝立ちをなんか 触って触りながらこうなんかこうリビングとか行くんさ、なんか言葉に出てこないぐらい、なんかなんなんみたいな。ひどくない？ちょっと。だってさ、じゃもうそれ無理じゃん、普通に考えて。なんかもうあーみたいな。それがいやもう本当にそれがトラウマだよさ、私。ないよね、もう本当に。いや適当なこと言ってるだけだから、もう言わせときな、本当に。古すぎる、笑ったとか言って。いやだってさ、女になりたいのにさ、朝立ち しながらこうやってさ、みんなの前でチンコ触りながらリビング行くのちょっと残念じゃね、はぁってなってた普通に。ちょっと薬飲むわ。お姉ちゃんリビングで寝てるんだけど、膣活っていうのは多分膣って多分マンコのことだから、そのなんかやってお金稼いでるみたいなことだと思う。でもやってお金稼いでたらさ、多分私今こんなに仕事してないさ。やってお金稼いでたらさ仕事しないから。青缶するやつに言われたくない。でも青缶はね、まあね。青缶しちゃったからな、初めて。ジュリちゃん、愛翔くんって芸に差別してたね。誰そいつ。それは差別って言われちゃうと。かまゆって誰。面白い人なんかな、私。え、ジュリちゃんなのに中学生みたいなスポブラ。そう、ちょっと筋トレしてたんだよね。矢野さんって、え、何？誰？子供にも気をつけて。何何何、怖いんですけど。すごいじゃん、かわいい。みんな作り話。他にも経験あるけど。まあ要するに綺麗なものが好きだから、綺麗なニューハーフとかは大好きで、なんか気持ち悪いのはニューハーフじゃなくても普通の人でも好きじゃないよ。綺麗だったら何でもいい。で子供におっぱいあげた後 E カップのまんまで入れるわけないじゃん。かわいいな、みんな。本当にジュリのこと好きだな。まだいるん、ずっといるじゃん。お前夜ご飯食べた？大丈夫？ちゃんと食べた？ね、矢野さんって誰って話。矢野ってさ、私の好きな人の名前なんさ。あ、やべ、そろそろやめないと。ちょうど矢野から LINE が来てます。ではでは。あ、なに？もう開いてたわ。
みんなこうやってやったら誰でもあるよ。でもこうやってやったら、胸ないからな、もうしょうがないだろう。おっぱいあげすぎたんだよ、半年間。なくなるよ。いや、お前さ、これデブって言ったらお前もう、あれだよ、肥満だよ。これ私の体型デブって言ったらお前肥満だよ。ね、大丈夫そう。この体型デブって言ったらお前マジ肥満だよ。大丈夫そう本当に。ね、ね、この体型、この体型お前あのね、どんだけ細い女の子でも座ったらちょっとぐらい皮は乗ります。誰でもね。そしてこのパンツダサいって言ってたら結構やばいよ。これ今ね、海外アーティストみんな履いてるブランドだからね。わかる？このエティカ知らないの？ダサいよ逆に。これでデブはさすがに嫉妬しか感じないでしょ。しかも私子持ちだからね。マジで本当に。しかもめっちゃ筋トレとかあんましないインサージ。まあそんなもんで、ちょっとどっちやねん、デブなんかガリガリなんか、もうはっきりしてくれちゃんと。お前らちゃんとミーティングしろ、アンチ同士で。ちゃんとガリガリって言うんかデブって言うんかちゃんとしろとりあえずダーリン様に連絡を返さないといけないので、ないケツ振るな言うて、お前よりあるわアホ胸大きくしたいねやばいね、アンチのミーティング。いやお前らちゃんとさ打ち合わせしてさ、合わせな、言いたいことマジでなんでお願いします。この後私ちょっとお忙しくなるので、皆さん、アンチ同士でちゃんと、ミーティングをして、また次回はデブっていうのか、ガリガリっていうのか、決めてください、ちゃんと。パニックになるので、どっちなんみたいな。お願いしますね。では、また、次ライブやるか分からんけど、またね。そういえば裏垢あるんだけど、裏垢にさ、しつこくさ、アンチからめっちゃなんかリクエスト来るさ、了承しないから。なんで皆さんあまりしつこくリクエストを送ってこないでください。ファンのふりしてるアンチがいっぱいいるので、そんなお見通しなんでみたいな。本当になんか普通のアカウントとか OK するから、裏垢って感じです。お疲れ様です。お疲れ様です。変顔で終わりたいと思います。ふん。もっと変な顔ないんかな。20話後とか。見て、20話後。
はい、バイバイ。Thank you.